ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です、今週はこちらの人気企画をお届けしましょう。ゲッターズ飯田が突然ですが電話で占います。ありがとうございます。あれ俺しか拍手してないただ電話出ないのもんとさまあね、いやでもまあちょっとでもだいぶ浸透もしてきましたし、そうですね、サイトの方でもそういうアナウンスはしておりますから、はい、だから出てほしいんですけど、はい、ということで一応説明をしますと、応募されてきた方の中から当選した方に今から事前予告なく電話をかけます。運よく電話に出られたら飯田さんにその場でも占ってもらえるというわけでございます。前回もだって今中腕買い物してましたって。そうそうそう、あったよね、お弁当買いに来てました。もうそういうリアルな声が聞こえますから、ね、ぜひぜひそういうのがあったらいいなと思いますんで、うん、弁当屋さんでもう何しろ大声で叫んでました。これじゃあ行きましょう。30代後半女性タンコさんでございます。飯田さん億万さんこんにちは、いつも楽しく拝聴しております。先日結婚前提に付き合ってきた彼氏と別れてしまいました。はい、先に私にないものを持っている彼でしたので理解できないことも多くイライラすることもあったのですが、反面面白いと思えていた部分もあったので喧嘩しながらも結婚できるのではと淡い期待をしていました。私は執着心が強く言葉がきつい自覚があります。言葉を選んでも相手に強く伝わってしまっているようなので、どういった言い回しをしたらいいのか具体的にアドバイスいただければと思います。今後の参考に教えてください、はい、さあ電話しましょう。さあ繋がるでしょうかね。こっちからは電話番号は通知してるんですよね。タンコさん、これは特にスピーカーにしなくて大丈夫なんですか。あ、はい、もしもし。あ、どうも占い師のゲッターズ飯田です。はい、どうもタンコさんでしょうか。はい、おめでとうございます。スピーカーじゃない方がいい、ない方がいい、はい、本当ですよね。当たりましたか、ね、当たりました。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。今目の前に億万くんもいます。億万です。はい、初めましてそりゃそうですよね、そりゃそうですよね。僕も初めましてです。ちなみに今何中、ね、めっちゃびっくりしてます、すみません、はい、今何中でしょうか。今あのちょっと仕事をしてたんです。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫じゃないですよ、仕事中ですよね。添削をしてただけなので。あ、本当ですか。添削、じゃあちょっと、はい、今占って、今億万回読んでいただいて、うん、なんか結婚前提に付き合ってた方と別れてしまいましたということで、はい、書いてありましたけども、はい、でも、はい、タンコさん占いまして、お、早速ですが、はい、もう根っからも口が悪いです、はい、あら、え、口が、はい、生まれつき、ま、私が、はい、余計な一言が多いのと、喋りすぎる癖が出やすいところと、そうですね、よく言えば人情家のタイプなので、うん、サービス精神も良かれと思って多分喋ってると思うんですが、はい、余計な、ね、余計なことも言うっていうのは昔からだと思います。はい、でちょっと承知してます、はい、で今年、はい、来年結婚すると思います、はい、あ、本当ですか、おめでとうございます、はい、ただあの本音で言うと面白い男が好きなのと、はい、ダサい男が嫌いなのと、あらデブが嫌いなので、あら、じゃあもう絶対億万ダメじゃないですか。マジで億万と喋る、喋るとかないですもん、ね、黙ってと思ってますもん、はい、で今年、全然否定しないな、今年この夏から来年にいい縁がつながりますので、え、どんな方がいいですか。2022年ですと、今夏だから10月11月12月、あ、はい、長い、1月2月だから年末年始に会います。年末年始、今じゃなくてですか。今じゃないです。見た、あ、そうなんですか。見た瞬間に分かると思います。今、あれ今彼氏できたんですか。いや、できてないんですけど、あの、はい、結婚相談所に登録してですね。おー、すごい。はい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 。あの、活動を始めたんです。いいと思います。で、まだこれからなんですけど、うん、まだ、はい、あ、誰とも会ってない状態なんですけど。うん、じゃあまだいいじゃん。でも、10月からなんですね。10月、夏だと、人差し事だから、8月、8月は、まあまあ、でもちょっとここら辺でいろいろ会ってみるといいと思いますよ。会いすぎちゃうと分かんないと思いますが、うん、年末に新、ね、まあ 今会っといて、じゃあ10月とか11月にちゃんと人付き合いをとかっていう人でもいいと思いますが、でもただもともとほぼタンコさん勘できてるので、すごい、
そうです、パッと見てダメってもうない、ないよ、ないしてるはずなんで。すごい、でも分かりやすくていいんじゃないですか。分かりやすいよね、時間かかんないしね、コンピューターで。そうですね、即決型ですね、はい、早くて9月だから11月にはかなりいい方が出てくると思いますし。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、年明けにパッと決まる可能性、ただ口が立つ割には行動力が伴ってないので、うん、あ、そうなんですか、行動力ある方だと思ってました、はい、あ、1個ね、そこは多分足りてないと思います。言ってる割には動かないとこあるん で、うん、で今年は来年は言ったらよりもっと動こうって意識してみてください。はははは、分かりました。なんか あった時にこう気をつけるべきことは何かあります、タンコさん。そのタンコさんがですか、男性に会った時にここだけ気をつけた方がいいよみたいな。そのダサいが嫌いなのを、うん、はい、大体男はダサいのでそこ、うん、そこ諦める方がいいと思います、最初に。そっか、清潔感さえあればいいじゃないかっていうぐらいの。そうですって、はい、わかりました。なんか他に聞いたことありますか、タンコさん。その口が悪いのは自分でも自覚が多少あるんですけど、うん、どういう風に直したらいいかなと思って直してもう我慢するってことですか。 どうなんですか、そういう飯田さん。いや僕もそんな口がいいはタイプじゃないんですけども、うん、僕でも口悪くない、ハキハキ言ってるのと口が悪いって違うので、うん、そこに愛情があるかとか、はい、相手に好感が持たれる言葉を選ぶとか、本をたくさん読む、いい言葉の本をたくさん読んでもいいですよ。へえ、そうすると最近本を読み始めました。あ、読んだ、いいじゃないですか、たくさんいい本読んだ、はい、あの読み切らなくてもいいので読めるところだけ読んで、うん、なんかその中いい言葉を拾うとか、あ、この言葉素敵、 あとあれですよ、周りにいる素敵な言葉を使う品のいい方とか必ずいるので、見てすぐ真似しなくていいんで、はいはい、ちょっと ああいう言い方いいなって真似しとくとだんだん変わってくるので、うんうんうん、あ、わかりました。そういう意識を日々するといいと思いますので、やってみてください。はい、あと家にある、あと最後に一個だけ聞いてもいいですか。あとね、家にあるガラクタだけ処分してくださいね。あ、ガラクタいっぱいありますね。ありますよね。ちょっと処分してくださいですけど、バレバレですね。すごい。最後にどうぞ何か。今さっき生徒さんの添削っていう話したんですけど、はい、習字教室を自分でやってるんです。そうなんですか。はい、自分で始めたんですけど、はい、うん、そのこれをできれば長く続けて、例えばお子さんが成人した時に帰ってこれるような場所にしたいって思ってるんですね。すごい、いいじゃないですか。で、続けられるようにするために私はどういうふうに行動したらいいかなと思って、先生自体が向いてまして、伝える教えるがすごくいいです。人情家先生になりますし、いいじゃん。ご商売できると41歳から軌道乗り始めて73歳までやれるって出てますので。すげえ、そんなに長くする。嫌なんですか。28年できますよ。嫌なとても嬉しいんですけど、そんなに長くすると思ってなかった。ちょ、一応占い上で言うと、なんだろう、習字というものを少しおしゃれに見せるとか、なんだろう、おしゃれに見せようもないんだけど、はい、多分やり方ありますよね、なんかその字、興味を持ってもらえるようにってことですか。そうそう、でも水墨画みたいな、ね、だけどなんか字で絵を描くみたいなとか、うん、なんかあるじゃん、なんかよく見たら感謝って字にありがとうみたいになってるとか、ね、あ、ありますね、ありますね。デザイン化されたものもやったりするとか、はい、そうするともうちょっとその、ただ字が上手くなりたい人は字が上手くなりたいでいいんですけど、うん、プラスそのファッションとしておしゃれとして、はい、そういうものをちょっと習ってみたいな。そうか、センスがダサいのが嫌いだから、そういうのもあるってことですね。センスの、そうそうそう、そういうのとか、なるほど、華やかなもの、なんだろう、色のついた、なんだろう、あれあるんですか、道具分かりませんけど、朱色のものしかないイメージですけど、うん、確かに 青とか赤とかあるんですかね。ちょっとうまく、そういうすごいですね。私さっき今月書いたんですよ、色付きの。あ、そうなんですか。じゃあそれだ。それ向いてます。万年筆のインクを使って書いてみたんですよ、はい、そういうのが流行りますよ。すごい。あ、本当ですか。そういうのやりませんか。今インターネットがありますから、インスタとかでね、上げたりとかして、そうやって教えたりとか、ネットで通信で教えたりとかも今できますから。わかりました。入れてみてください。はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。はい、失礼します。いやー、すごいっすね。すごい、書道の先生でしたね。すごいですね。で、添削って言ってる時点で、そうですよね、赤ペン先生かどっちかと思ってました。そうそう、なんだろうな、添削と思ったからさあ、じゃあ続きまして、もう一人行きます。さあ、行きましょうか、ね、はい、30代前半女性、梅さんかな。同棲している方と別れることになりました、はい、お互い様だと思っていることを我慢したまま溜め込んでいる
状況が続いていました。そして先日腹を割って話し合った結果別れることになりました。結婚を考えていたので正直しんどいですが前を向いていくしかありません。9月で36歳、険しい道のりかもしれませんが婚活をして人生のパートナーを見つけたいです。どうぞよろしくお願いします。はい、ではじゃあ書きましょう。まあでも別れたからの方が、いやそうですよ、そうなんかさ区切りをつけるって悪いことじゃないからね。そうなんですよ。さあ出るかな梅さん。うん、おもしもし、どうも占い師のゲッターズ井田です。梅さんでしょうか。あ、そうです。あ、おめでとうございます。ございます。後ろで今カンカンカンってなってますね。す踏切、完全なる踏切ですね。そうです。安全なところですか今。大丈夫ですか。あ、安全です。